三気港と三崎町中心部三崎八幡神社。三崎町は愛媛県の南予地方、佐田三崎の突端にあった町。九州の佐賀の関まで宝予海峡を挟んで約15キロメートルである。2005年4月1日、西和郡伊方町、瀬戸町と合併し、新たに伊方町の一部となった。佐田三崎突端の町であり、宝予海峡を挟んで九州と生態している。 地滑りの発生しやすい地質である。集落は、最大の集落が、町役場のある岬であり、ここに、町行政関係の施設や中学校、高等学校、スーパーマーケット、金融機関店舗などが集まっている。このほか二名津、串等に集落がある。伊方町役場岬市所近くの駐車場の一角、当地に流行したフィラリア病を、昭和十三年より、 東京大学、愛媛県、三崎町などの協力によって、集団献血とスパトニン投薬を行い世界で、初めて地域駆除に成功と、世界初のフィラリア地域駆除成功を記念した石碑が建てられている。三崎町内には、鉄道路線は存在しない。高速道路三崎町内には、高速道路は存在しない。 一般国道県道3機構から、伊予鉄グループの伊予鉄バスと伊予鉄南予バスにより、八幡浜や松山方面へのバスが運行されている。ただし、三崎以外の集落には、バスの便がないため、町がバスを走らせている。このほか、三崎から三崎までは、町内のタクシー会社が、ジャンボタクシー車両により乗り合いタクシーを運行している。これに乗れば、サタ三崎突端。 灯台近くまで行くことができる。反農反漁の町である。製造業には、これといったものはない。佐田岬東灯台と佐田岬砲台第三砲台大分県までの距離が近いため天気のいい日には、三気港から佐賀の関のパンパシフィックカッパー、佐賀の関西連所の煙突が見える。マソの地区の県道255号線から一本松に向かう道からも、 天気のいい日には、佐賀の積製錬所の煙突は、もちろんのこと、大分市の新日本製鉄大分製鉄所、九州電力新大分発電所などのガスタンク、煙突が見える。また、日が暮れて、夜になると煙突に設置されている、航空障害等の明滅やフラッシュがよく見える。また、別府市や大分空港の明かりが見える時もある。ありがとうございます。